息子からいただいたお土産なんですけども、何かわかりますね。え、僕も初めて見た。これはですね、よくハンドティッシュみたいにいただくでしょ、なんかサラ金屋さんとかで、こういただいたやつはこっちに入れといて、で中身を開けて、でここにこう入れて、そしてこういこの蓋をするんですよ、こうやってね。で蓋をして、それでパチッとやって、それでこの中のこれをこう使うやつを一枚ずつこう出せるという、こういう仕様もんです。なんかね、変にハンドティッシュのわけのわからないなんかキャパクラとかあるじゃないですか、いろんなの。だからこの中に入れてはわかんないしね、無駄なく使えると。でこう使ってチンポってやると、でまたなくなったらこれ引っ張ると、という代物でした。